リバプール遠藤、X 唯一無二の存在バレル。現時点で、リバプールで、最も重要なミッドフィールダーは、誰ですか？誰が欠けても生き残れるのか？レッツの皆さん、議論しましょう。X にて、リバプールのミッドフィールダーについて、ファンの間で、議論が交わされているようだ。我々が思っている以上に、遠藤へのコメントが多く寄せられた。祖母、渡る、アリスターはとても重要です。3人が同時に負傷することは、リバプールにとって大きな打撃となる。遠藤はしっかりしてる。ジョーンズは最近角を曲がりました。エリオットはゲームチェンジャーだ。ティアゴが待ちきれない。クリエイティブな天才、ソボスライ、ティアゴ、マック・アリスターが、我々のベスト3ミッドフィールダーになるかもしれない。遠藤、渡る選手もここまでは良かったので、脱帽です。非常に難しい。全員が自分の役割を果たした。トップ、3はショボシュライ、遠藤、エリオットだ。カーティスと遠藤の間でトスアップ。シーズン初めに、誰がそんなことを想像したでしょうか。素晴らしい選手たち。シーズンが始まった時は、こんなことを言うとは思わなかったが、それは遠藤渡るだと思う。遠藤さん。彼が6番にいることで守備はより安全になる。遠藤、もう説明はいりませんね。遠藤、他の選手に変えることはできるが、遠藤を他の選手に変えるとコストがかかる。リバプールにとって有能なディフェンシブミッドフィルダーの重要性を考えると、それは遠藤でなければならない。驚くべきことに、今シーズンのあらゆる成果に欠かせないのは遠藤だ。遠藤と統計がそれを証明している。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。